こんにちは。こんにちは。僕は今三重県多気郡の明和町というところにいます。今から日本最大級の廃墟ホテルを見に行きます。ちなみに私たちは巨大廃墟ホテルはこれまでいくつか見てきたんですが、その中でも群を抜いてでかいらしいです。はい、そのホテルはこちらです。ちょっと巨大すぎるね。いやー、伝わるかな。ちょっとこの大型セダンと私と見比べていただければ、いかにこの建物が大きいかがわかるかと思います。めっちゃでかいね。今まで見てきた中でダントツでかいと思うわ。ねえ。うん。こちらはマルニホテル伊勢の里という廃墟ホテルです。先ほども言いましたが、廃墟ホテルというカテゴリーの中では日本最大級の大きさを誇ります。ちなみにこのホテルはもともとは老人ホームとして運営がされていたそうで、ご覧の規模なんでね、総工費はなんと32億円に上ったそうです。部屋数は258室、収容人数は413名の大型老人ホームとして1985年に開業されたそうです。で、施設もとても充実をしていたそうで、リハビリセンターやトレーニングセンター、天然温泉やサウナなどを兼ね備えた大浴場もあって、その他映画、カラオケ、公演ができる大ホール、家庭菜園や茶室やラウンジ、屋内ゲートボール場なども備えていたそうです。分譲ではなくて入居金を支払うことによって、さまざまな医療サービスを就寝で受けられることを売りとしたサービスで運営が始まったものの、事業予測とは大きく異なって、開業して4年が経っても入居人数はわずか23名で17室しか埋まらなかったそうです。再度言いますが、部屋数は258室です。それが開業して約4年経った1991年1月時点で23名17室しか埋まりませんでした。言うまでもなく、開業当初から資金繰りは困難を極めたそうで、開業から1年足らずでなんと60億円もの負債を抱えてしまったそうです。開業して約4年後には借入金の利息すら支払うことも困難な状況に陥ったそうです。加えて従業員の給料支払いなども遅れてしまったため、離職も続出して老人ホームとしてのサービスも著しく低下してしまったそうです。次第には身売りをするのではないかと不安に駆られた入居者らが、譲渡禁止の仮処分を裁判所に申請したりするなど、もう経営は泥沼状態にまで陥ったそうです。裁判については1990年の4月、入居金など3億8000万円余りを老人ホーム側が全額返還したことで和解が成立をしたそうで、入居者全員が退去にも至ったそうです。しかし、この泥沼にはまだ続きあります。この老人ホームに入居している方々らは、大半は自宅を売却して入居しに来ているわけです。そして入居した年は1985年です。そうです、翌年からバブル経済の到来によって不動産価格は暴騰しました。老人ホームを退去していざ自宅を買い戻そうと思っても、価格が高くなりすぎてもう手が出ません。元入居者らはその損害賠償を請求すべく、また裁判を起こしました。このように老人ホームは泣きつらに蜂のデフレスパイラルに陥ったそうです。最後に述べた裁判がどうなったのかは正確な情報が得られなかったので分かりません。ただそうして入居者全員が退去した1991年頃に、コンドミニアム形式型のホテルのマルニホテル伊勢の里に転用されて再運営されることになりました。そのホテルに転用されてからは、すぐ隣のゴルフ場の伊勢カントリークラブの利用客や長期滞在者をターゲットとした経営戦略で運営を開始されました。100畳を超える大宴会場やレストラン、カラオケルーム、多目的室や会議室、茶室なども兼ね備えていた豪華ホテルだったそうです。芸人さんや著名人などもよく訪れていたそうで、転用された直後はそれなりに繁盛していたそうです。しかし、口述しますが、ホテルの繁栄は長くは続かず、2009年頃に廃業したそうです。
では今からホテルを見て回りたいと思います。でかいね。いやー見てこれ一つだけじゃないからね。3分の1ぐらいだからね全体の、うん、この区画でもう外にある非常階段みたいな螺旋階段は錆びてるね。うん、なんか野放しとは聞いたんだけど、うん、一応木のボードが張り巡らされていて入れないようにはなってるんだね。あ、本当だね。でも見て普通に開いてるわ。うん、本当だ。しかしこんなね、何もないところにこんなバカでかいホテルがあってね、どんな感じだったんだろうな昔は。ここがエントランスかな。ちょっと怖いな。見てバリって来てる。おお。ちょっとこの下通ろうか。水もなんか落ちてきてるからね。なんかね、ボタ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 さっきからずっと落ちてる。見て見て、中庭って言っていいのか何なのか。あ、なんかなんだろう、和風な和風なね庭園が中にあります。中庭だったのかな。ようやくここでちょっと落書きが出てくるね。まあ、建物もやっぱり端っこの方とかね、もう倒壊してるね。うん、本当だね。わあ、本当だ。まだあるよ、広っさっきと同じサイズがあるね。そうだね、同じ間取りの部屋っぽいよね全部。うん、窓の雰囲気見るに。まあ一応正確に言うと特別室みたいな仕様はあったらしいけど、うん、まあ、基本的には同じっぽいね。うん、ちょっと会議室かなこれは。めちゃくちゃ綺麗なホワイトボードがありますまあなんかいつでも会議できますよみたいなぐらい綺麗なホワイトボードです。ここは裏口、うん、なんて言ったの、勝手口というか、まあ、だいぶさっきより狭いけどな。あ、本当だ、ね、本当だね。中入った感じも、うん、正面ではなさそう。あ、すごい、まだあるんだ、こっちの角度に。ねへえ。また開いてる。あ、ここにも会議室があります。なんかホワイトボードさっきから言うけど、うん、綺麗だよね。確かに。あ、ここが終点かな。おう、いやー、まあ、ちなみにこの建物2009年に廃業して、普通は潰すわけじゃん、うん、すぐ裏って住宅街じゃん。あ、そうだね。だからなんか一説によると住宅街の防風壁として役立ってるから壊さずにあえて残しているっていうようなネットの口コミを見たことがあります。そんなことあるのへえ。ちなみにお隣をご覧ください。有料老人ホームとデイサービスセンターが皮肉にもありますやっぱりね、見た感じもうサイズも地域に根付いていて程よい感じなんだよね。そうだね、規模でかすぎなんだよね。このサイズになるとね、やっぱり管理者の目も行き届かんくなるし、ちょっと経営的なこと考えたらね、うまく回らないもんね。確かに。この境界線を機に天国と地獄が分かれていて、ちょっと何とも言えない気持ちになるね。そうだね。バカ広いな。いや、螺旋階段が哀愁漂ってエモいですね。錆びてます。行け
見てる、見えるかな。いやー分かんないな、どうだろう、見えるかな。なんか池みたいなのがあるね、うん、ある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 。おっとっと、へえ。ちょっと木があるからあれだけど、うん、こうくの字になってるのかな、うん、まさにガーディアン、暴風壁だね。本当だね、こっちに街が広がってるもんね。ねえ、なるほどね。はい、ということで今一周回ってきたんですが、ホテルの前にも施設があるっていうことなんで、うん、ちょっと見てみますか。はい、暑いね、35度ぐらいあるよ外多分おお、なんだこれ、ゴーカート、あーぽい、コースっぽいねどうするこれ、老人施設時代になったらめっちゃウケん。めっちゃアクティブだな、ね、でやっぱおそらくあれかな、ホテルになってから作られたんかな、いやかもね。そしてちょっとこれ怖くない、ホテルの正面玄関を前に佇んでる、正面玄関向いて車椅子がポツンと、哀愁が漂ってるわ本当だね。あ、なんかあっちもあるぞ、なんだろう、お、あ、プールか。あ、本当だ、なんかあれだね、波が出るプールっぽい。あ、本当だ、深くなっていくわ。うん、これも老人施設になったんかなちょっと危ないねあれかな、老人施設って言ってもちょっと元気な、ちょっと若い人たちがまだ元気なうちから入る、はい、将来見据えた老人ホームみたいな感じだったんかな。あ、今までさ波が起きるプールあってゴーカートあって、そんなホテル泊まったことないよね。波が出るプールは確かにない ね、うん、それこそ長スパぐらいだわ、ラグーナガマゴリとか、うんうん、そういうとこぐらいしか行ったことないわ。すごいな。じゃあこういう言い方したら申し訳ないけど、この場所にはもったいないねそうだね、ちょっとお金かけすぎた感あるよね。秘境に佇む高級リゾート高齢住宅、あ、それを売りにしたんかな。うん、何せこのホテルなかなか情報がないから。あ、そうなんだ。そう、僕はちょっと正直言うと最近知ったぐらいだから、東海圏の生まれでありながらも廃墟マニアの方々の中では有名かもしれないけどっていう感じか。そうだね。いやーでもでかいな本当に。なんか言うね。ここからはあくまでも私の推測ベースの話にはなりますが、この老人ホームホテルが衰退した理由について考察を述べたいと思います。理由は大まかに2つあると思っています。まず一つ目は周辺観光施設の台頭です。こちらの丸2ホテル伊勢の里の周囲を見るだけでも、伊勢島温泉や鳥羽温泉があって、そのエリアにはファミリーで楽しめるスポットが多数あります。具体的には志摩スペイン村や鳥羽水族館、まあ、あとは伊勢神宮なんかもありますね。でその周辺にはいいホテルなんかもたくさんあります。また三重県には絶対的な人気スポットである長島スパーランドもあります。それらの観光地やテーマパークは、こちらの施設がホテルに転用された1991年頃にめきめきと頭角を現して、人気スポットとしての地位を確立しました。丸にホテルの宿泊客がそれらの観光地に流れたことは言うまでもないかと思います。2つ目は、そもそもその時代に老人ホームの需要はあったのか、まあ、老人ホームの商機はあったのかっていうことです。今でこそ日本は超高齢化社会と言われています。その始まり、65歳以上の高齢者人口の増加は1970年頃から始まったと言われています。高齢者人口は1985年に 10%、 2000年には 20% を超えて、今年2023年には 30% を超えたと言われています。こちらは総務省統計局のホームページから引用したグラフですが、このグラフを見ますと、バブル崩壊後の1990年頃から顕著に高齢者人口が増えていることがわかります。
で、このマルニホテル伊勢の里の前身である老人ホームの開設は1985年です。確かにその当時から高齢者人口は増え続けていたものの、まだ今と比べたら3分の1の 10% です。まだあの当時にこの規模の箱を作るには早かったのかなと思います。実際に今もなお経営がうまくいっている老人ホームを見ますと、バブル崩壊後に経営をスタートしたところが多いみたいです。その他、これも結果論でしかないんですが、そもそも32億円の総工費をかけてのスタートはちょっと金額が大きすぎたんじゃないのかなとは思います。いろいろな大きいホテルを見ても、最初はねスモールスタートから始まって、その後増改築を経て規模を拡大していくっていう施設が多い中、時代もさることながらちょっとラージスタートだったのかなとは思います。はい、以上が私が考える当施設が衰退をしてしまった理由でございます。はい、ということで丸二ホテル伊勢の里探索終わりました。どうだった？身の丈に合った投資をしないとダメだね。本当になんか入居者の数とかをね聞いた限りでは、もう本当にちゃんとした計画をしてたのかって思っちゃうしね。だって258室が17室、無計画としか思えないもんね。そうだね、人生のチャンスの時ってさ、やっぱアクセル踏まないといけない時もあるけど、だけどほどほどにしないと、ダメだね。身の丈に合った生活をしていきましょう。投資も生活も一緒ですね。はい、そんな感じで我々夫婦は今日一日ここを見て思うことがいろいろありました。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。さよなら。